はい、それではですね、次は CM 動画を作っていきたいと思います。はい、で、CM 動画に関しては、かっこいいね、プロモーション動画を作っていくっていうのも、当然あるんですけども、今回はね、自分でできるレベルの、ものをやっていただきたいので、CM 動画の方をね、簡単に作れるやつをやっていきたいと思います。はい、で、ハウツー動画と同様にですね、CM 動画も、自分で撮ってやっていってほしいんですけども、下手にね、逆に編集したりしてしまうと、なんか逆に、チャッチー動画とかになってしまうので、これも本当に撮って、簡単に、切るだけ、切ってつなげて、余計なところだけ切ってっていうだけで十分だと思います。なので、こちらの CM 動画の方はね、前の動画でも言ったんですけども、どちらかというと、お店をアピールしたりだとか、あとは自分の商品、サービスをアピールする方の動画になります。はい。なので、道順のね、動画だったり、店内をね、説明する動画だったりっていうことでやっていただければなと思います。それでは、ちょっとまた見ていきましょう。はい、皆様、こんにちは。ボヌールでは、お客様に満足をしていただけるようにと、空間づくりにも、こだわりを持っております。お客様がこちらにご来店されてから、このキンバーカウンターにおかけになられまして、ハーブティーをお出しさせていただいておりますので、ウェルカムティーを召し上がられながら、カウンセリングを進めてまいります。カウンセリングが終わりましたら、トリートメントルームに、ご案内をさせていただきます。こちらからは、先ほどの白を基調とした明るいエントランスと、ちょっと変わって、洗練された、大人の空間が広がります。こちらがトリートメントルームでございます。トリートメントルームの奥が、更衣室となっておりまして、トリートメントが終わりましたら、そのままですね、こちらがなんと、シャワールームになっておりますので、トリートメントが終わられてから、シャワールームや更衣室まで歩いてどこかに行かなければならないというような、ことはございません。またこちらのトリートメントルームですが、お客様のご希望により、このように、次がですね、もし、はい、まあこんな感じになってますね。まあ、このようにですね、見ていただければわかると思うんですが、このね、撮ってるところ、これ歩いてるところ完全にこうブレてますよね。これ実際多分デジカメとか、これ実際デジカメとか、自分のスマホのね、カメラとか、まあ、そういうので撮ってます。でこれは、全然ね、そんなに違和感はないと思うんですよね。実際これでも十分、撮れてると思いますね。そんなになんか、うわ、すごい変だな、雑だなとか思わなかったと思います。なんで、まあ、こういうようにね、店内をただ紹介するだけという動画でも十分、中身がね、店内の様子とか分かって、非常にね、なんかこれ安心できますよね。綺麗だったなとかね、すごいなんか充実してるなみたいなね。設備が充実してるとか、店内が綺麗とか明るいとかね、なんか高級っぽいとかね、なんかそういうのがすごく伝われば、まあそれで全然いいと思います。はい。なので、入り口からね、まずはどういうふうにお客様が、迎えてもらって、で、どんな感じで、まあ、店内を進んでいって、で、どこで何をしていくのか、で、どんな設置が取得されるのか、自分はどこで、横たわったりするのか、で自分がどんなところでどんなサービスを受けるのか、そして、その後にですね、ここではなかったですけども、それ終わった後ですね、終わった後に、まあ、こういうところでね、また最後いろいろとやって帰りますというところまで全て、ご案内されてますね。うん、まあ、このようなね、動画が、まあ、CM 動画、要はお店をアピールする動画ということで、これは CM 動画というカテゴリーの中に入ります。で、動画、他の動画でもね、最初の方の動画でも言ったと思うんですけども、まあ、例えばね、お店を見比べていたときに、うん、あそこのお店にしようかな、こっちのお店にしようかな、悩んでるときに、まあ、こういう動画があればね、絶対に決め手になる
はずなんですよね。なので、そういうのをね、意識して常にお客様目線で、こういうのも撮っていただきたいなと思います。はい、次はですね、施術をしているシーンの動画になりますね。まあ、これはただひたすらね、こういう風にやってるだけの動画なんですけども、まあ、これだけでもね、あの先ほども言ったように、決め手には十分なると思います。迷った時に、例えばさっきの動画も、店内の様子をやっているね、他の、ライバルの人が、店内の様子をやってるやつがあって、店内も、例えば、まあ、同じようなね、レベル感だったと、迷いましたとなった時に、じゃあ次はこっち。で、決め手になってもらうとかね。まあそういうような決め手がいっぱいあると人は行動します。これもあるしな、これもあるしな、あれもあるしなっていう形で。まあそういう感じで、その行く人の不安をね、このように全て取り除いていくというような動画になります。はい、他にも、ね、前の動画で言いましたが、CM 動画というのはいろいろありますね。店内、あとは道順。行くまでの道順だったり、そういうことを挙げていけばいいかなと思います。はい。まあ、そんな形でね、今回は CM 動画の方でね、ご説明させていただきました。これもですね、実際に編集して、切って貼るだけで全然大丈夫です。まあ、こんな感じでね、動画数上げていただければいいかなと思います。はい。それでは、今回は CM 動画の作り方についてお話しいたしました。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。